住宅情報東京住まいナビ、住まナビ始まりました。今回も希少な物件情報をご紹介します。さあ新藤さん、はい、本日は新宿区の中里町にやってきております。人気の高い神楽坂エリアですね。そうですね、今回はですね、大通りに面した視認性の高いこちらのマンション、パークハイム神楽坂の3階部分、新規内装フルリフォーム住戸をご紹介します。こちらは東京メトロ東西線の神楽坂駅徒歩5分や、東京メトロ有楽町線の江戸川橋駅徒歩6分など、各所への移動に便利なロケーション、女性にも人気の高い神楽坂エリアで、おしゃれなカフェや趣のある街並みが身近な住環境が魅力のエリアです。それでは室内を見ていきましょう。はい、じゃあどうぞ。さあエントランスホールですが、大人が2人立っても余裕のある幅がいいですね。そしてこれだけの幅の収納力があるというのも嬉しいですね。嬉しいポイントですね。しっかりと天井からね、床ギリギリまで収納することができます。そしてエントランスホールすぐ左手に一部屋洋室が配置されております。窓もありますし、ワイドな収納もありますし、はい、テーブルを置いてもまだ余裕がありますね、うん、いいですね。では上がりましょうか。さあ上がるとすぐ右手に水回りが配置されております。おお、やはりねフルリフォームでもう内装は新築同様ですね。はい、そしてこちら側のこの棚なんですけれども、うん、はい、可動棚なので、うん、自分の好きな高さに変えられるのもいいですね。便利ですね。そして洗面化粧台もね、いや清潔感があっていいですね。はい、収納もありますね。はい、そしてお風呂はもちろん浴室換気乾燥暖房両風機能付きです。洗い場は余裕のあるスペースで、はい、そして浴槽なんですけれども、うん、肩までお湯にしっかり浸かれるタイプですね。半身浴のカウンターがないのでゆったりと浸かれそうでいいですね。再び廊下に出ると廊下収納もあります。奥行きがしっかりありますね、うん、ね、しかも可動棚ですので掃除用具ですとかたっぷりと大きなものも収納していただけます。 AC コンセントもねもちろん入っていますからね、お掃除ロボットなども充電とかもできますよ。そしてこちらがトイレ、はい、こちらももちろん新規交換されておりまして、上部に収納棚もあります。やはり新品なのはいいですね。いいですね。そしてこちらの住戸 3SLDK の間取りで S サービスルームがテレワーク仕様になっています。テーブルがありまして、横にはソファーベッドもありますし、うん、エアコンも完備されてますので、これははかどりますね。そうですね、こちらにはお洋服をかけることもできるバーもありまして、ここはねご家族共用の作業スペースとして大活躍しますよ。そして扉がスケルトンなのでお子様の勉強の部屋でもいいですね、うん、そうそうね、集中もできますし閉塞感もないというね、素晴らしい。そして着替えたりするときはスクリーンが、いやこれはもう至れり尽くせりですね。ソファーベッドで疲れたら休むこともできますし、これはいいですね。はい、はい、そしてさらに進むともうすぐ近くにこちらの洋室が一部屋ありまして、ここはねあえて見せる収納で、まあ、広がりを出してますね。はい、そしてエアコンもやはり完備されてますね。はい、そしてここから LDK が広がっております。いやすごく明るくて白を基調としているのでね、光も反射して快適なお部屋ですね。そして座れる場所がいろいろあるので、そうそう、どこでもくつろげますね。はい、まあ、こちらは参考の家具なのですが、ここは備え付けのソファーベッドになっています。ここでコロンとコロンとね寝そべったら最高ですね。最高に気持ちいいですよこれは。しかもねカウンターなどもありますので、ご家族のね写真を飾ったり絵を飾ったりもできますし、もうとにかく窓が大きいですから、全面道路側に面しておりまして道路幅も広いので開放感もあります。いやこれは快適ですね。やはりくつろげるというのが一番いいですね。いいですね。そしてこちらもう全部屋テレワークルームもね、全部屋エアコンを新規交換しておりますので、もうこれも快適です。はい、すぐにお住まいいただけるということですね。うん、そうですね。そして
キッチンはフルオープンで開放感のある仕様になっています。キッチンは白を基調としていますね、うん、清潔感がありますね。こちらはシームレスシンクですね。はい、継ぎ目がないので汚れがたまることがなくお掃除が楽です。そして浄水器一体型です、うん、はい、さらに食洗機もねもちろん搭載しておりまして、3口のセンサー付きのコンロとグリル、はい、さまざまなメニュー機能があります。やはり新規交換されているので気持ちよくお使いいただけますね、うん、そうですね。そして LDK アクセスでこちらにマスターベッドルームが配置されております。このようにダブルベッドを配置することができるんですね、うん、ね、さらにはあのようにねドレッサーや作業デスクを置くこともできる広さがいいですね。そしてこちら側には収納がありまして、うん、幅がすごいですね。この容量は嬉しいですね。お、こんなにたっぷりと収納していただけます。はい、そしてこちらがバルコニーです。日当たりがいいです ね、 ね、気持ちがいいです。そしてやはり前面道路が広いので前の建物との距離がありますからね、開放感もあって、そしてこの日当たりですから洗濯物もよく乾きそうです。そして大通りなんですけれども、うん、室内に入ると全然その音が聞こえないので、静かでしたね、はい、やはり外に出るとちゃんとね車が通っているんだっていう音がします。まあ、ですのでお部屋の中では快適にお過ごしいただくことができます、はい、さあパークハイム神楽坂の内装フルリフォーム住戸いかがでした？リビングにあるこちらのソファーベッド快適でいいですね。そうですね。こちら物件の価格や詳細に関しては概要欄のリンクからご確認ください。それではお問い合わせお待ちしております。